前回で、茨城県小菓市の部落探訪は2回目で,で、これからね、小菓市をどんどん探訪して、少しでもね、この部落の謎を解き明かしていくんですけども、動画の中でこの小菓市役所の係長の怪しげな事件について説明したんで、これについてね、今回説明しようと思うんですね。で、下の概要欄のリンク先の記事で、 詳しい資料とか書き起こした文章とか読めますので、ぜひどっちも見ていただきたい,い,たきたいんですけども、ただ前提知識がないとよくわかんないと思うんですね。で、小賀市どういうところかっていうと、合併前は総和町っていうところがあって、<laughs> そこが、えー、童道事業を始めたんですね、えー。今の中田と大山っていうところが地区指定されて、で、今でもそこに林保館、教育集会所があります。 ただね、他の自治体に比べるとそんなに事業は盛んではなくてですね。えー、例えば、ただで車の免許取れるだの、進学したらお金がもらえるとか、そういった個人給付的なことはあましやらなくて、ただまあ事業者向けの貸し付けがあったぐらいだそうなんですね。 で、えー、ラ解放愛する会というね、解放同盟から分裂した団体がありまして、これは関東地方のね、あの、茨城とか埼玉とかあの辺りで活動してる団体なんですけども、まあそこが、まあ最初は全然住民の支持を得られなくて、これは無理だなってなったんだけども、ただね、なんか一時期からね、こう、 役所に対して、こう、激しくですね、童話事業を進めろっていう風に言ってた時期があるそうなんですね。あとはですね、共産党系の、昔は全会連、今人権連っていう団体ですけども、まあ、そこも、その人権連、全会連も活動してて、で、なんかね、総和町の時に条約が、なんかね、その、結婚相手の、まあ、自分の、 娘の結婚相手のね、身元調査するような事件があって、それで、えー、なぜかその全会連がね、なんか、球団じゃないけど確認会みたいなのをやったってことはあったそうなんですね。あとはですね、えー、と、解放同盟も、これも一時期活動してたんですけども、それはなんか露骨にね、なんか利権まみれなことをやってたんで、あの、住民から嫌われちゃったそうなんですね。だから今多分解放同盟なんかもう活動してないんじゃないかなと思います。あとはね、 保守系の全日本同和会もどうもあったみたいなんですね。まあこの辺ネタバレになるんで、まあまた別の動画でやるんですけど、まあとにかく地味盲量がうごめいてたわけです。はい。で、それで、この事件の話に戻るんですけども、概要としてはですね、2018年ですね、この記事だと。 小賀市役所の係長が、えー、なんか女の人にストーカーやったんですね。えー、47歳の亀田昭彦っていうね、係長がですね、20代のなんかとある女の人、どうもどっかの行政職員だったみたいなんですよ。もう、まあその人好きになったんだけど、多分振られたんでしょうね。で、腹いせに、えー、いろいろね、その人の名前で、なんか商品注文したりとか嫌がらせをして、で、まあとうとうストーカー用事だとか、まあその他、 いろいろな罪状で捕まってしまうんですね。で、最終的には、えー、不起訴で終わったんだけども、えー、まあ、役所から処分食らって、で、自主退職するという流れなんです。で、その、数々のね、嫌がらせ行為の一つに、この差別発言告発文っていうのがあって、えー、堺町の童話地区の住民を語ってですね、えー、この、女の人が、 えー、ま、新世紀と一緒に、もう、ブラック差別行為をしてると。ね、ブラック差別発言をしてると。ね、で、平成28年にブラック差別解消法ができたのに、ね、こういう、行政職員の立場の人間がこんなことを言ってるのは、けしからんということで、ブラック解放愛する会に告発文を送って、で、ま、あわよくばですね、この、その、女の人、 人が休談されてしまえば良いというふうに考えてたわけですね。で、まあでもまあ休談されたのはこの亀田亜昭彦さんの方で全国連に休談されるんですよね。で。 この全国連、ブラック解放同盟全国連合会。これはブラック解放同盟から分裂した団体で、まあ、新一左翼系の団体で、これも、えー、小和市の大山っていうところにね、事務所があるんですけども、まあ、場所的にはこれブラックの外なんですよね。で、そこに球団されるんだけど、まあ、おかしな話なんですよね。なんで全国連が出てくるんだっていうところなんですよね。で、この背景なんですけども、まあ、 その、偽の文章を送られてきたのが、愛する会なんだから、まあ、球団するとしたら愛する会がやるのが筋なのかなと思うんだけども、愛する会としてはね、もう住民の支持を得られてないので、手に余って全国連に、こう、パスしたというか、そういうことらしいんですよね。でもまあ、これも相当理不尽な話ですね。で、この全国連の機関紙を見る、見てみるとですね、ええー、 まあ、最後にはこの市長まで引っ張り出して、休団会をやってますね。うん。境町の、これ全国連の支部長なんかね、そういうのを引っ張り出して、私たちがどんな気持ちかわかるか、というふうに、休団したそうなんですよ。で、なんでこの文章があるかっていうと、その、全国連がね、えー、解放同盟に対して、まあ、あの自転車、次解放同盟と裁判やってるんで、この、 この差別事件に、この解放、自転車が公開した、えっ、ー、と、全国部落調査、あと、童話地区域が使われたっていうことで、けしからんから、これをね、自転車がいかに悪質かということを裁判所に説明する証拠として使ってほしいということで、裁判所に提出されて、で、それが、まあ、私の手元にあるっていう流れなんですね。で、 でも、経緯を見るとね、これ全国部落調査関係ないでしょっていうところなんですよね。で、ここにね、なんとその、この、亀田、亀田元係長が書いたね、この、いろんな陳述というかね、あと反省文なんかもね、あるんですね。反省文多分書かされた、書かされたんですね、9段階で。ただ、まあ、ちょっとね、聞いたところだと、 弁護士も関わってたみたいで、なんか弁護士に書かせたみたいなところがあるそうで、まあ本人の本心でどこまで語ってるかっていうところがあるんですけど、まあでも事実関係はまあここに書いてある通りなんじゃないんでしょうか。で、どういったことかっていうのを説明すると、えー、まあちょっとね、触れた通り、ブラク解放愛する会がやっぱ厳しくね、その、いろいろと役所と 交渉してた時期があったそうなんですよ。だからそういうことを、この、亀田元係長も知ってたんですね。だから、ブラック解放運動団体っていうのはそういうものだと。で、でだから、その、ブラック解放運動団体を利用して、その、球団させて嫌がらせをしようっていう考えに至ったわけなんですね。で、だからそういうことを承知でね、公的な立場の人間が、 こういうことをやった、けしからんということが、このブラック解放新聞、茨城版にも書いてあるんですよね。で、じゃあ、その、自転車の、この、全国ブラック調査が何に使われたかっていうと、その、境、境町のブラックの住民の名前を語るときに、その境町のそのブラックの地名とね、あとはまあ、よくある名字っていうのを使ったっていうとこなんですね。でも、まあ、経緯を見るとね、うん。 別に全国部落調査があったから、こういう発想を思いつくっていうことがあるわけではなくて、やっぱり部落解放愛する会が、その役所に対して、その、球団というか、その激しい情勢交渉をしてたから、こういう発想が出てくるわけですよね。で、実際差別事件を起こすと、その、球団してくれると。で、 実際にその通りになってるわけじゃないですか。その、ブラック解放運動団体を利用すれば、実際この市長まで出てきて、出てくるわけですよね。だからこの、全国連がやってること自体が、これが、まあ、その、この、ブラック解放運動団体をこう嫌がらせに利用しようという、その、動機そのものじゃないかと。だから、まあ、その、いや、ブラックといえばね、こうやって解放運動団体というものはこうやって、 この集団で押しかけてきてね、え、球団をしてくれるんだということを、なんかこの、全国連が改めて証明したっていうところで、やっぱ運動団体何も反省してないですよね、やっぱり。で、なんかこういうことがあまりにもね、こう普通に起こるから、ちょっと皆さん感覚マジしてると思うんだけども、えー、まずこの、 その愛する会から全国連にバトンタッチして、球団するっていうのはまずおかしいですし、でこれらの団体、はっきり言ってね、あの地元のブラック住民から全然支持されてないですから、こんなのがブラックの、ね、代表みたいな顔して出てきて、球団だ球団だっていうのも、これもすごくおかしな話なんですよね。 どんな風におかしいかっていうと、例えばその、日本国民が侮辱されたからが、日本国民を代表して自民党がね、どっかの国の人を球断するとかおかしいでしょまあそういう感じのことなわけです。だから、おかしなことをやってるっていうことをね、ちょっとね、この人たちも気づいた方がいいんじゃないかと。で、この動画をご覧になってる人にね、この強調したいのはですね、まあ全国連にしてもね、まあ人権連もそうなんだし、 愛する会とかね、同和会もそうなんだけども、その部落の住民とは全然関係ないんでね。その部落の住民にこう何かしたらこの集団でこう何かされるぞっていうのは、それは間違いで、ただこの部落解放運動団体っていうのはこう集団で出てきて、行政と一緒になんかしてきますから。だから、その部落というものの悪い風評っていうもの それを差別だって言うんだったら、もうその原因ってもう解放運動団体と役所なんで、役所と運動団体はこういうことをやめればいいだけの話なんでね。その差別意識とかそういう問題じゃないですし、で、皆さんもその、えっ、ー、とね、なかった。 中田、中田と、その、大山のね、まあ、ブラックンボをやりますけども、その、住民はこういう団体とは全然関係ないですからね。僕はいろいろ話しあってても、いろいろ、あの、話してくれるしね。まして、あの、前、前の動画出てきた、あの、湖のひずいさんとかの、ああいう未指定地区いっぱいあるんですよ、小川市の中に。そんなのいたって、本当に全く関係ないですから。だから、こういうものを見てですね、その、ブラックというものをね、ぜひ、誤解しないようにして、 していただきたいと思いますということでね今日の啓発動画でした